1次関数のグラフの書き方を説明していきます。関数は式の中にある数値の意味を覚えることが大切です。まずはじめに切片、この式で言うと4のところですね。切片というのはグラフを書くときのスタート地点を意味しています。まず Y 軸上の切片の数値のところに1つ目のスタート地点を打ちます。次に X の前についている分数の分母に着目します。 X の増加量というやつだね。この数値はスタート地点から右にどれぐらい進むかという距離を実は表しています。この例で言えば、先ほどの緑色のスタート地点から右へ3だけ移動しなさいという意味になります。次に X の前にある分数の分子に着目をします。これは Y の増加量と言われていた数値だね。この数値は先ほどの点からどれぐらい上に進むかということを表しています。分子の分だけ上に移動したら、そこで2つ目の点を打ちます。2つの点が決まれば、その2点を結ぶ直線をバッと引いてしまえば完成。X の前についている数字が分数ではなくて整数だった場合は、整数を分数に直してあげればいいだけ。 X の前の数字がマイナスだったときは、分子をマイナスにして上にマイナス進ませるということは、下に進ませれば OK というわけだね。 X の前の数字がマイナスのときはグラフは右下がりの直線になるということは覚えておいた方がいいね。